スコーパス山はイスラエル・エルサレムの北東に位置する標高826メートルの山である。日本語ではスコーパス山のほか、スコパス山、スコープス山、スコプス山、あるいは展望山などと表記される。スコーパスの名は展望、眺望を意味するラテン語を由来としており、その名の通りこの山の頂からはエルサレム市街を一望できる。周辺は 丘陵地で尾根、谷が多く、スコーパス山は聖書に登場するオリーブ山のすぐ北側に位置している。エルサレムの歴史の中で、スコーパス山はエルサレムを占領しようとする外国軍の陣地としてたびたび使用されてきた。西暦66年からのユダヤ戦争70年のエルサレム後遺戦ではオリーブ山と共にローマ帝国軍の拠点となった。また、 西暦1099年の十字軍によるエルサレム後遺戦でも同様に攻撃側の十字軍の拠点となった。19世紀になってシオニズムの活動家によってエルサレムにユダヤ人の大学を開設するという運動が起こり、1918年にスコーパス3にヘブライ大学の建設が始まり、1925年に開校した。その後、 ヘブライ大学は徐々に成長していったが、1948年になってイスラエル独立の機運が高まると、ユダヤ系住民とアラブ系住民の間で、しばしば紛争が発生するようになった。1948年4月には、スコーパス産のヘブライ大学附属ハダサー病院に、勤務する職員や関係者がアラブ系武装集団に襲撃され、 約80名が殺害される事件が発生した。同じ1948年にイスラエルが独立を宣言し、イスラエル独立戦争が始まった。結果としてイスラエルは独立に成功し、翌1949年に休戦協定が結ばれたが、この時エルサレム東部を含むヨルダン川西岸地区はヨルダン領となった。スコーパス3のヘブライ大学及び病院施設。 オリーブ山のユダヤ人墓地は引き続きユダヤ人が通うことが許されたが、スコーパス山はエルサレムのユダヤ人地区から切り離された飛び地となっており、またアラブ側、ヨルダン側にも休戦協定に納得していない者も,も多く、学生や職員は走行バスでの通勤、通学を余儀なくされた。その後アラブ側が攻勢を強め、1958年にはヨルダン軍の兵士が 国連職員とイスラエル警官を殺害するなどしたため、ヘブライ大学のスコーパス3キャンパスも利用が難しくなり、エルサレム市内の別キャンパスに機能を移転した。1967年の第三次中東戦争でイスラエルがヨルガンガー西岸地区を占領したことから、結果としてスコーパス3の飛び地状態は解消され、ヘブライ大学キャンパスも再び使用可能となった。 ありがとうございます。